ットチャンネル始まりました。ケントです。ナルトです。なんと今関西空港にいます。キックスですね。キックスですね。かっこいいなと思って見ます。なんとですね、今から2人でタイに飛んで、タカトがですねタイで性別適合手術を受けます。行ってきます。いやー、本当の嬉しさと術後の不安と、もう本当に半々なんですけど。あー、でも不安あるよね。ラストナビシャツですね。本当です。今も着てるの。今日明日で終わりですね。ね、最後のナビシャツ。ありがとうございます。何カップだっけ？ D。 結構大きいんだよね。大きいです。 D カップの胸を取ってきます。さようなら。皆さん応援してください。頑張ります。行くぞ。約6泊、まあ、手術して6泊入院してで退院して、全部で10日間退院できます。この足上がりからに近い111-14インチャン。はい、到着しました。タイの空港です。スワナプー国際空港。広いですね。うん、思ってたより綺麗です。いや、綺麗だよ。綺麗。タイのイメージなんだけど、はい、本当空港わらぶきですかとか言われたりします。病院わらぶきですかみたいなことはやばいイメージあるんだけど、すめちゃくちゃ綺麗です。綺麗。ちょっとなんか見える範囲で、ロボットが自動に、うん、今日はあれよね、あの初日は病院に行かず、明日から病院になります、はい、すごい。でも人は少ないですね、思ったより。あ、少ないです ね。無事にイミグレーションクリアしました。怖かったですね、なんかね、なんかそこ我々ドキドキするところ、はい。事務所に到着しました。長旅お疲れ様でした。今からちょっと晩ご飯を食べに、タイ料理を食べに行ってきます。お腹ペコペコです。かわいいな。初日晩ご飯を食べに来ましたが、大雨でございます。すごい雨です。そう、一瞬でびしょびしょになった。手術前日でございます。無事に診察、はい、問診が全て終わりました。長かったですね。長かったですよ。ずっと待ってた。お疲れ様です。ありがとうございます。
これやあのうちのアテンドでヤンヒー病院とガモンホスピタル両方紹介してるんですけど、今日はタカトはヤンヒー病院で手術になります。ヤンヒー病院がね、総合病院なんですよ。いろんな科が入ってて、街がね、結構長い。病院でかいよね。いや、大きかったです。びっくりしました。こんなに大きいと思って。でかいよね。いや、もう診断書無事に取得っていうことで、はい、日本でも診断書取るし、タイでも精神科の診断書を取らなきゃいけないっていう感じなんですよ、はい、順番で言うと、まずあの子宮卵巣の方の先生の方に伺って、で、あのもう今ついてるんですけど、あのこんぐらい切開するよっていう、ペッペーってあの青いマーキングみたいなのをしてもらって、はいはいはい、お腹だったらいけるんじゃない？いける？ちょっと下腹部5、6センチぐらい。5、6センチぐらい。すごい、なんか短くなってる気がする。思ったより短かったです、うん、で、ある分娩台どうでした？やっぱね、すっごい恥ずかしい。いやだよね、分娩台。ラスト分娩台ですよ。いや、もう人生ラストですね。多分ね。いやちょっと見えるかもしれないですけど、うん、マーキングをこちらにもしていただいて、ボールペンでどういう切開をするかっていうのを書いてね、愛字切開になりました。はい、ピュッて開いてキュッて閉じるらしいです。乳輪を移植するっていう感じなんだけど、はい、男性の胸っぽい位置に、はい、ちょっとここにあの乳首が来るよっていうバッテンジュつけてもらったんですけど、うん、おお、ここに来るんかなって。やっぱ感覚違うよね。全然高さ違うと思って、ね、やっぱ胸大きい楽しみ。いや、胸が一番楽しみですね。そうだよね。あとなんか子宮に関してはそんなに違和感とかはないんですけど、うん、そうだね、胸はどうしてもずっと、まあ、D カップっていうのもあってコンプレックスだったので、うん、早く明日になってって感じで。待時間6時前に叩き起こされ採血しました。いい踊りくらしいです。最後の甘い匂いしますね。モンスターみたいな。最後の食事ですね。手をつけてもらいました。全然今のところ痛くないです。ここがヤンヒー精神科です。はい、大ループで行こう、大ループで行こう。はい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 、ヌーンゾーンさん。行きます。行きます。ファインドアイ。無事に手術終わりました。お疲れ様。覚えてる？すらは覚えてません。おめでとうございます。無事に手術終了です。昼間流動食からの味は美味しいです。あ、美味しい。おはようございます。おはようございます。元気です。どう、バンド外したら？ある？やっぱバンド苦しいってのがあるんだ。どう、痛みを歩いて。ちょっと揺れたら振動が来る。どっち？下？下ですか？あ、下痛い。これはそんなに。なんか鈍痛みたいな。です。マジで子グマにしか見えないんだけど。笑ってて、笑ってて。そんななんかエッチな顔しないでよ。
抜けた。はい、抜けた。どう？終わり。痛くなかった。よかった。ぬるぬるって感じだよね。やっぱちっちゃいね、子宮卵巣の傷も。でかいよね。オーケー。最終チェックです。問題なければそのまま近く。間違い室、痛み止め、抗生物質、消毒の液体。今やっぱ10センチないよ、うん、感覚ある？今はい、何日だったっけ？帰国？オペ？あ、セッチェックか、マンティセッチェック。毛が邪魔をしてるね。早いよね、早いの。これによって入ってますか？พอตัดไหมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวอาซิชมัสแต่ถ้าพอหลัง2อาทิตย์ไปแล้วคาซาเมลก็ตัดได้ค่ะคินโตเร่開始して大丈夫大変になったね。無事に空港着きました。10日間、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。本当にだいぶ治りも早くて、かさぶたもなんか取れそうな感じだよね。そうですね、なんか綺麗、かさぶたが隔離し始めてるって。うんね、そうだよね、だいぶ綺麗。着きました空港。マスクつけてる。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。鍋シャツなしの生活になった時になんかもうあのピッコロが服脱いだぐらいの感じで思いが解放されて。いやだと思うよ。こんななんか逆に恥ずかしくツルツルしちゃっていいのかなとか最初思ったもん。ノーパンみたいな。そう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 。毎日ノーパンノーブラみたいな。